どうも、トツカワです。本日は門司港駅に来ています。しばらくしますと15時21分発かなの山蝉川蝉伊三郎、山蝉川蝉91号伊三郎91号ですね。新平は92号として運転してますが、伊三郎新平と山蝉川蝉キハ47系を同士で連結した4両編成で、現在、門司港博多間で運転をしています。で、今回はその山蝉の方はもうちょっと前もうほとんどいっぱいだったので、伊三郎新平に乗っていきたいと思います。それでは、まあ楽しんでみてください。山蝉川蝉号の表示が出ましたね。4番5番乗り場により発車です。博多行きですね。91号、前に山蝉川蝉、後ろに伊三郎新平がつなげられています。隣に止まってるのは切り離し作業を行っていますね。それでは入線を待っていきたいと思います。山蝉川蝉伊三郎新平入線ですね。オリジナル入場券の発売をしております。ちょうど入線です。門司港に着くとき、門司港行き伊三郎92号、あ、じゃあ新平92号、山蝉川蝉92号の時は伊三郎新平が前で、91号の時は伊三郎新平が後ろです。到着ですね。両方ともキハ48という気動車が使われています。本日は伊三郎新平号の方のこっちの赤ですねの方に乗っていきます。9号車でもここですね。9じゃないか、4号車の9の A なんでですね。じゃあ乗っていきたいと思います。ボックスなんで、もしかしたら他の方が乗られることがあるので、まあ、荷物は上に上げておきたいと思います。山蝉川蝉号はこういったデッキや、ここですね、ここなどは、ここに番号ですねが書いていないため、自由席として伊三郎新平号の1号2号とかいう肥薩線吉松人吉間で運転される際は乗ることができましたが、まあ、今は指定席のみ乗車、指定席券があれば乗車でき、まあ、そういった席が使えるのかなと思います。で、まあ、今回はなんかこう貸し切りあじゃないよな多分、まあ、一応後から、まあ、発車してから伊三郎の方にちょっと動画撮りたいで、まあ、動画を撮りに行きたいと思います。基本はボックスシートになっています。
門司港を発車です。皆様こんにちは。今日も JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は博多行き特急川崎山線91号、板室91号です。この度豪雨災害に見舞われてしまった各県沿線の方々が少しでも元気を取り戻せるよう、博多駅から門司港駅間で川崎山線に板室新線を特別運行することとしました。博多駅から門司港駅間を運転することで、より多くのお客様に列車や各線沿線の魅力を知っていただくことで復興を後押しできればと考えています。ここで止まれます駅と到着時刻をご案内します。門司到着15時27分、小倉15時42分、黒崎16時50分、森も16時40分、それと、そのところで熊川橋梁のね、の第1か第2ですね、作戦の、それが流れて、運転ができなくなりました。JR 以外にも、今は全線復旧しました、スタッフオレンジ鉄道と、スタッフオレンジ鉄道並びに、熊川鉄道も被害に遭いました。熊川鉄道は第4、熊川橋梁ですね。熊川橋梁の第4の橋が、第1、第2、第3で熊川橋梁を、熊川を渡る橋がありますが、そのうち第1から第3は、JR 視察線となっています。で、第4は熊川鉄道なので、その熊川鉄道の橋が流れたため、熊川鉄道も今では全線復旧とはなっていません。また、人吉に置いていました JR 九州の車両と、熊川鉄道に置いていました、熊川鉄道は、人吉駅出発で、人吉駅に置いてました車両が濡れたため、運転ができなくなりました。両方とも、今修理にやっています。もうすぐ文字ですね。そのため、JR 九州は、視察線沿線の方に、元気を出してもらおうということで、山住川住伊三郎新平を臨時列車として、土日祝日限定の臨時列車として、運転を始めました。ダイヤ改正後は、到着時間が早まる形で、ダイヤを定期化、土日祝日の定期列車という形で、設定をし、運転が行われます。
門司港到着、門司駅到着です。ここでは35分ぐらいまで止まるらしいんで、まあ、少し何かしら食べ物とか買って、飲み物買っておきたいと思います。飲み物買い忘れてましたんで、ここで、まあ、車両紹介をしていきたいと思います。まあ、伊佐風呂新平港に関しては、まあ、座席数が多く、まあ、人吉間で運転する際は、まあ、人吉吉松間で運転する際は自由席として開放しています。で、まあ、3号車から2号車ですね、伊佐風呂新平から山杉川澄を渡す、こういった形で通ります。で、まあ、伊佐風呂山杉川澄はこういった形で、まあ、特急列車としての仕様がでなっています。山住川住号はキハ47を使用していますが、まあ、特急仕様に変更しています。そのため、まあ、座席数が少ないことにより、まあ、乗れる方も少なくなっています。こういった形になっていますね。は1ヶ月前に買って乗りたいと思います。それでは、まあ、ちょっと三郎新平側に入って、まあ、席に戻りたいと思います。まあ、やっぱりしないやつとかしないといけませんので。そうですね、一応ここから下関方面に行く車両もあります。記念乗車証を、まあ、記念乗車証を買ってきました。まあ、ちょっとこっちは、まあ、うまいことできなかったので、まあ、もう一回押しても取ったんですね。まあ、そうですね、こっちですね。いや、で、まあね、山住川住の足を2つ押すじゃなくて、まあ、ロッカーに当てやる情報を2つと、まあ、単独の、まあ、しました。まあ、あと少し乗っていきたいと思います。小倉駅より鹿児島本線をずっと走行していきます。小倉駅発車です。415系の100番台ですね。今配車が始まりている列車です。この先列車は黒崎折尾カシーという順に止まってまいります。
倉駅発車です。この後鹿児島本線を西に向かって走ります。次の停車駅は黒崎やったかな。黒崎折をおかしいの順で止まっていくと思います。上には N700KA ですが、スモール A という改造車両があります。元は0番台とかの初代 N700K だったのが改造され、スモール A、N700A になった感じです。改造車と元、A として製造された車両の見分け方は A の部分の大きさですね。それでは今西小倉通過です。西小倉は日光本線とのケーキになっています。今右手にですね、進行方向左手に抜けていったのは日光本線です。あちらに行きますと小倉工場があります。をしばらく出発しましたね。言い忘れたことがあって、小倉駅の、この列車の進行方向ですね、自分が座っている、後ろから景色が流れてきますが、こちらが進行方向です。その進行方向右手には本線があります。これですね、小倉駅じゃないか、門司港駅あたりからずっと貨物船が続いています。昔はそちらが鹿児島本線でしたが、あちらからこちらの、新しい方ですね、近道ができるかな、こっちがという形で、変わったため、向こうは貨物船が使用しています。新年ですね、2021年が明けてから、こっちの在来線を、通るのは初めてです。そのため、黒崎かな辺りから、折尾の間にかけてありました筑豊本線、高級高線などの筑豊本線の能形方面に向かう、のが、なくなりました。駅舎とこれから見れるかどうかは分かりませんが、見れたらいいと思います。ここの、途中で右手になるの、多分どうなるんだろう、結構新しくなって、高架線で、直接乗り換えができるようになったので、そこら辺は、見ていきたいと思います。若戸大橋という若戸金って書いてありましたが、そちらには、若松方面にですね、向かうことができます。若松へ行った動画は多分前々回かな、ちょっと前に出してると思います。ツアーで、結果、クルージングのはちょっとさすがに容量が大きいというということで、今調整中というか、無理かなって感じですね。ちょっとライブはしています。唐津線の方もちょっと容量が大きかったので、頑張ってバスユーはしようと考えてます。1時間超えてるんで、そうっすね、頑張らないといけませんね。
が、まあ、今は貨物船になってますね、路線です。ここからまあ海の方にですね、まあ、抜ける形になるのかなと思います。まあ、鹿児島本線としてはこちらが新線で、あちらが旧線となります。もともとあちらを通っていましたが、まあ、その後工事によりこちらに変わりました。こちらは山を抜ける形で、スペースワールド駅ですね。まだ残っています。で、まあ、そうですね、まあ、あちらに見えるのが、まあ、八幡製鉄所とかです。マグロの工場地帯です。で、まあ、向こうから、まあ、合流してくるのがあそこですね、踏切あります。あちらが急線というか今の貨物線、今は貨物線になっています。で、まあ、ここに駅が、まあ、できてますね。高架駅です。枝光駅です。枝光駅を通過しますと、まあ、ゴルフ場を挟む形でレールが向こうに、線路が向こうに見えます。あちらも走ってほしいんですけどね。あちらさはないんですよね、基本。あっち貨物線なんで。クッキーは1つ320円、ホットコーヒーは1杯300円でご用意しております。ご利用のお客様は、お近くを通るウェブ上面までお気軽に声をおかけください。まあ、こちらに、まあ、昔スペースワールドというテーマパークがありましたが、今ではもうこんなに解体されています。もともと観覧車や、まあ、いろんな、まあ、アトラクションがあったんですが、まあ、それが解体されていますね。この先にはチキですね、レール輸送車両の、まあ、基地というか、まあ、そういう車両が置いてあります。多分あそこに置いてある車両ですかね、が、まあ、定点という車両が迎えに来て、まあ、連結され、まあ、九州各地に運ばれます。
崎到着です。黒崎より、まあ、先になるのかな、黒崎より次は折尾かしという停車駅が少ない形になっています。黒崎駅発車です。ディーゼルの音はいいですね。このゴッ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 っていう、まあ、なんて言ったらいいんだろうな、エンジンを上げていく音が、まあ、なんか好きですね、やっぱり。次は、まあ、オリオです。折尾駅発車ですね。
それでは博多駅着きましたね。博多駅着きました。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。